フォールアウト76、スティールレイン、遊んでいきます。さて現在、レジェンダリー少女の交換数が、普段の倍の600になっているとのことで、本日は、限界レジェンダリー集めを行ってみましょう。まあ、スティールレインになってから、1日の交換数は300になって、で、その300集めるには、だいたいね、3時間ぐらいかかるため、まあ、これで普段遊ぶ分には、結構満足いくような内容になっていましたが、本日はさらに倍の600なので、 まあ、運も絡んでくるでしょうが。これ全部交換しようとすると、6時間ぐらいかかるのかなまあ、そんなにね、平日はプレイできませんけれど。まあ、しかしね、現在は週末のため、もうね、一日中借りまくりたい人にとっては、うってつけのイベントとなっていますね。で、レジェンダリー装備をある程度高い確率で集める方法としては、このデイリーオプスですね。これの暗号解読の日に、敵を見つけやすい簡単なマップの場合、もうメンバーが揃えばね、 一回で、まあ、運がいいと5分くらいでクリアできますね。まあ、なのでこれをとことん回すという方法がありますが、ただ本日は、ボルト94ですね。ここは敵は、まあ、そこそこ見つけやすいか。で、敵は透明というわけじゃありませんからね。結構簡単なぶりかな。まあ、なので余裕があれば後でね、デイリーオフィスを回してみましょうか。まあ、一回5分で回せるなら、10回を1時間くらいで回せるので、で、さらに毎回星3の武器を手に入れられたら、 もうわずか1時間でね、400勝者になりますからね。あと現在は、レジェンダリーパーマ、これが出やすくなっていて、で、普通の夜よりも交換勝者は高いので、まあ以前よりもね、勝者はより集まりやすくはなってますかね。じゃあ、というわけで、早速始めていきましょうか。じゃあ、あ初めはデイリオプスですね。こちらサクッとこなししまいますか。で、構成は、インテリジェンスをね、マックスまで上げた、レベルアップ構成。まあついでにレベル上げを行っていきましょう。クランベリーレディッシュに。 脳みそボブ。これを食べていきますか。じゃあ一人ですが、早々にクリアしてしまいますか。さて、ボス戦だが、一気にやれるかなうわー、たったたった、やったかよし、こちらのクリア、ソロで6分30秒。一回途中で死んでしまいましたけどね。さて、報酬は何がもらえるかな レジェンダリー、お、いいねいいね。星3つに星2つ。最先いいよ。では、交換しましょう。あ、これは、爆発コンバットショットガンか。まあ、交換していいかな ?15 に、なおか悪くないね、この鎧。しかし、交換しよう。15に24。39か。まずは例のご読。レベルアップ構成ですからね。セントルウット買っていきますか何やるんだスーパーミュタント。 おっと、レジェンダリーいきなり、すぐ後ろにいた。こいつ変わりまくってと、初見人のやり。あっと、セントロード死んでしまった。なんてことだ。ま、あいいや、スーパーミュータントもね。経験値高いからね。100レベルか。一体が570。ランチボックス使いましょうかね。レベル上げていくんであればね。人が集まってるとこ使うか。おっと、レジェンダリー。ラッキーだね。 レイダーパワー、あ、酒の処刑人でありは星3つだったんだ。レイダーパワー右足、星3つだ。右足は交換できそうだな、しかし。現在右足は何もついてませんね。これは外中駆除にラックアップ、さらにカウンターで毒ダメージか。グラフトンモンスターがいますね。あいつはペシュペシュっていく。 こいつは経験値2136。なかなか高いぞ。フリーレンチが始まってるので、これもこなしてしまいますか。なんだ先導のポルフク。入手しましたね。誰がデイリークエスト、こなしてくれた。出たかなシープスカッチ。まず一気に体力減らす。 おっと、他に名前がやってきた。クリアしたかシープスカッチは終わってるですね。お、レーダーパワー左足。再びレジェンダリーを交換しましょう。先導のポルフク。処刑人の槍。レーダーパワー左足。星一つですが、少々は銃ですね。あれちょっと待ってよ。レジェンダリ少々交換。 なんかやたらと少ないんだけど。あれダブルじゃないのこれ。まだダブルじゃなかったおニュース見るとやっぱり問題ありませんよね。8月9日まで通常の倍になっている。うーん、おかしいなまあいいや、せっかくだからね。とことんレジェンダリー集めましょう。で、ラディエーションランブル。これは経験値をたっぷりにしましょうか。これね、レジェンダリーが死にましたが、今。これか。 挑戦者スイッチブレード。星二つ。よし、イベント完了。じゃあ、お宝の極み、拾いましょうか。お、星三つの、ウルトロサイトガードリングレーザー。バッツ向け。さらに、ハンターウッドアーマー。左腕、星一つ。そして、星三つの、ダーガー。今回、星三つが、結構手に入ってますね。 さらに、星二つ、シュシュケバブ。星一つの鎧。星一つの銃。星一つの斧、星一つの鎧。星一つ,つの胴体。ミュータントスレア、こっちの方がいいかな貴族よりね。ダメージカットですからね。 んそして、レーダーパワーの左腕が、あれあ、これは、こっちもいいかな。ジャングル重量20、20%減少。そうだな。こっちもいいぞ。交換しよう。良いもの入手したね。星3つのパイプリボルバー。強戦士。星3つの鎧。回収はこんなもんかなかなりの成果でしたが。お なんてことだ。600に補充されましたね。時間の問題かな、ということは。ま、あいいや、これでまた思うぞ、分ね。交換できますね。ちょっと初め、いくつまで交換したか覚えてませんが。まあ、ガンガン交換しましょう、これでね。これすごいな。バッツ尽くしですよね。忍び寄るものに。さらにバッツ命中率アップ。AP 減少。意外と面白そうだけど。さて、いきなりもう200ぐらい交換しましたね。初めのを合わせれば。 もう300交換できてんのかなこれは。まだ1時間経ってませんよ、これは。さらにフリーレンジが始まってるので、また迎えましょうかね。やつ生まれたが、あれレジェンダリじゃない。あ、レジェンダリになった。生まれた手は、レジェンダリじゃないようですね。一瞬で死んでしまいましたが。あれ下へどこ行った下へは下が効いた。これじゃない。下へどこだ今、確かにレジェンダリー、あ、これだ。あれ ああなんてことだ粘液になって、死体が回収できないせっかくレジェンダリあったのに今なんてことだちくしょうーモールラットホード。これはレジェンダリ確定ですね。これは。これで一発だが、死体の位置がわかるかなこれだよし星3つ。星3つが多い。 なんか嬉しい。メンタス中毒中だが、さらに食べるかベリアチ。セントリボットをガト倒す。3000経験値。来たぞ。すごいの来た。二人3000経験値。これだよね。これだからやめられないんだ。セントリボット狩りは。さらにこちらに一体いる。目の前にいましたが、おっと。 こいつをぶっ倒して、三千機0期あらら、死んじゃったよ。あ、生きてる。レジンなりだ。こいつは、レーダーパワー。右腕。星二つ。さあ、レベルが上がって、499。メンタス、ベリアージ。マネキンが光るんだ。びっくりした、一瞬。さらに、セントロボットいますね。核が落ちるまで。 あいつをカラもモうか。ガッとってた。散々経験値。アサルトロンは1200。あいつをカらしモラうありがとよし。行くぞ。とても十分な休息残り30分。じゃあさらにランチボックス。ご馳走するか。よしみんな。これを使え。お。 ランチボックスフィーバーが始まったかラッテックス希釈。これの使えますかね他にいい薬は、ベリアで使うか弱点はどこなんだやっぱ頭なんですかね一発が30ぐらい入るけど。急いぞい。しかしこれは、玉切れになる可能性あるかなしばらくウエンディゴスも倒してみるか あれおウェンディゴスポーン経験値700とか入ったんだけど。ちょっと高すぎないこんなに入るもんなのあ、700入るよ。これウェンディゴスポーン買っても。ああ、しまった。スポーンに気を取られた。ウェンディゴスポーン買ってもこれ、相当美味しいんじゃないのあれ ?R も死んだもしかして。R の姿がないんだけど。あーあ、R 死んでるいつの間りか。R どこをしたい 上でゴスゴン買っていたら、終わってしまった。R の死体募集。R の死体、これか。違うのこれ。R どこ ?R の死体か分かりません。あったあったあった,あった。星二つ。ぼちぼちか。よし、イベント完了。星は何かなまずこっから脱出するか。再建八に、レジェンダリコアも八手に入って、ケー時六千。すごいね。 しかし、レジェンダリー装備はなしかとりあえず再び交換しましょうか。ジャガーノート、1 0リピストル。ポンプアクションショットガン。ウルトラサイト、右腕。これはパーマーか。こちらは、これもパーマー。右腕。これは暗殺者の方がいいかなそうだな。ウルトラサイト、右腕。交換できるかなあれ ウルトラサイトと X01 ってこれ別物ですかもしかして。まあいいや、とりあえず、星3つが揃ってきてるね。では、レーダーパワー右腕を交換。20少々。残り317。レジェンドありましたね。さらにレベルアップ。衛星兵の、お、補修札、パイプピストル。爆発衛星兵か。 さらにコロッサルプログラム始まった。参加しよう。さあ。あれ終わりましたね。レジェンダリーは星1の夜か。やや渋いがコロッサルプログラム完了。T4 五右腕。星3つ。T4 五右腕。これ交換するかなあれ また始まってないか殺されプロブレム。何度でも受けれるんですかこれ。また始まりましたね。どうなっちゃうんださあ、蓋でそろそろ、R が終わったかな三度目の R 戦つ強戦士のバット。まだ微妙なアイテムが。星1かさあ、ミッション完了で。 これは先ほどの報酬か。新たに何が星3つ、オートグレネードランチャー。星3つはいいね。さらに、呪われたハープンがン来た。二つ目。これを交換するか。では、呪われたハープンがン、一つ交換しましょう。すると、狂戦士のバット、暗殺者のオートグレネードランチャー。残り219。 うおあーっとまた、コロサルプログラムが始まりそうだが、今回もいいか。おっと、フローターのレジェンダリー。さあ、レベルアップ。死体は、これかジャンキーのローリングピン。星一つ。あれは敵対してませんが、レジェンダリーですね。これ敵対。よし、来い。 気にあっと、溶れた。もうちょい、いうことで。さあ、レジェンドレスコーチ。一気に倒しまして。グルマンズのシックル星1か。さあ、再び。デイリーオプスですね。おっと。3分52秒で終わりましたね。これは早いな。さあ、星は少々10。ああ、星1。これいや、残念ですね。 レジェンダルグール。ガッと倒して。レーダーパワー胴体。星1だが。こちらは外中駆除。こちらはミュータントスレイヤー。ミュータントスレイヤーの方がいいな。さらに、星3グール。レーダーパワー右足。星3つ。お おぉ、微妙かな内容は。ステルスフィールドに爆発ダジ耐性さらにロックピック。星3つだけど、あまり良くないね。現在の右足の方が全然いいな、これ。しかし少々は高そうだね。さらにレジェンダリー。T457 だ ?T45 胴体かなまずこいつらを、さっと倒してどう強信者。スコーチからの、 ダメージカットか。胴体。あー、どっちがいいかな貴族と。ダメージカットかな。結構スコーチ化するね。強い敵いますからね。となるとこっちだな。残り130。これは、一番初めね、多分150ぐらい交換していたから。まあ、多分これで600は交換して終えたのかなまあ、一応もう少しね、粘ってみましょう。レジェンダリのウルフはいたぞ。 こいつはガドリングプラズマ星1。よし、完了。夜行性シャベルクリア報酬はなさそうだが、星2つか。レジェンダリーのフロータいましたね。緑色。T45。星1つか。右足。さらに、スーパーメダント。 星二つ。よし、今回はここまでかな最後に交換しよう。ジャガーノートのアソロトロンブレード。夜行性ガトリングプラズマ。夜行性シャベル。T45 の右肩。G ロットのレーザーピストル。残り80ですが、まあ、多分600以上はね、交換したんじゃないかな途中リセットされましたからね。 それでは本日はここら辺で一回終了したいと思います。まあ、今回は限界レジェンダリー装備集めを行い、少々600交換するにはどれくらい時間がかかるのか試してみましたが、3時間20分くらいかなかなりいいペースとなりましたね。まあ、めの方で受けたラディエーションランブル、それの生成が良かったからですかね。あと、レジェンダリーパーマーのパーツもかなり拾いましたね。で、一方、殺されプロブレム、あれは3連続ぐらいでやりましたが、 これは時間がかかる一方ね、レジェンダリー装備自体はそこまで入手できなかったかなただ他の報酬は良いのでね、受けて損はないでしょうね。まあ、レジェンダリー少々はそろそろ5000に到達しそうなので、レジェンダリークラフトにね、取り掛かることにしましょう。じゃあ、というわけで今回はここまでということで、引き続き次の動画でお会いしましょう。